核兵器は絶対に使ってはならない、核兵器は絶対に廃絶しなくてはならないと、人類と共存できないというのを叫び続けてきたわけですね。で、そういう運動をやってきたんだということを改めて皆さんに今回紹介をしようという、これからの若い人たちが被爆者の何を継承していくのかというようなことについて の私たちの期待を話をしたいと、そういうふうに思っています。オスロに向け出発したのは日本被団協のメンバーら28人で、今月10日に行われる授賞式には代表して3人が登壇し、代表委員の田中照美さんが講演する予定となっています。また被団協は今回渡航費用などを募るクラウドファンディングを行いましたが、今朝までに4600人以上からおよそ4000万円が寄せられているということです。